皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、情報過多な時代こそ必要な教室集客の思考法、断捨離と逆流設計とは、ということについてお伝えしていきたいと思います。まずですね、集客の方法って、昔からそうなんですけれども、情報はものすごく多いです。10年くらい前から考えても、というかむしろ増えている、情報も増えているし、扱えるツールもすごく増えてます。 SNS ツール、私の時代はせいぜいブログとかそれぐらいな感じだったんですけど、今YouTube とかもすごい出てきてます。 Instagram とか、最近で言うとライブとかもなんか出てきたりとかですね、 Facebook 集客とか、メルマガ、LINE とかね、いろいろそういうのがたくさん今ある中で、何をどうやったらいいのっていうことで、情報が多いし、やれる選択肢も非常に多いんですよね。で、その中で先生が非常にこう迷ってしまっているっていうのが現状の世の中で、かつ情報もものすごく多いんですよ。こういうふうにやったらうまくいく、この手法ならうまくいく、で人によっては、いろんな経営塾を渡り歩く方もいらっしゃいます。ここ行って、ここ行って、ここ行ってみたいな形で、でちゃんと一個一個クリアして、一個一個スキルを身につけて次のところに行って、また新しいスキルを身につけて次へっていう方は何ら問題ないんですけど、うまくいかなかったから次に行って、でまたうまくいかなかったから次に行ってっていう、このジプシータイプの人は残念ながらどこに行ってもうまくいかないんですよ。でそれは根本的な考え方のベースになる部分を整えない状態で、ノウハウばっかりを上積みしようとするんですけど、使い切らないんですね、ノウハウが良くてもっていうことがあるので、今日はですね、ちょっと頭を整理するっていう意味でも、断捨離のお話と、逆流っていう、この2つをポイントにしてお話をしていきたいなというふうに思っています。そしたら本題に入っていきます。まず断捨離と逆流っていうことで、まるで教室業に関係なさそうだよねって思う人多いかもしれないんですけど、実はとても大事で、この2つが上手にできてなくてうまくいってない先生も結構多いんですよ。結構多いんです。で、一個一個どういう事象でうまくいってないのか、うまくいく生かすためにはどういうことをしたらいいのかっていうのをちょっと解説をしていきたいというふうに思っています。まずですね、一つ目、断捨離なんですけれども、やられる方結構多いと思いますよ。いろいろ家のものを片すとか、何袋、十何袋出ちゃった、ああすっきりした、着ない服を、捨てた、もう読まない本は古本屋に出したとか、いろんなそういう物的な断捨離って非常に多いと思うんですけれども、ちょっと言葉が適切ではないのかもしれないんですけれども、教室業においては先生がご自身でやる場合には、事業を乱立して作ってしまっていて、何本も何本も、コースをバラッバラに立ち上げているような場合、それを間引いたりですね、場合によっては停止、中止、廃止とかにしたり、当然その廃止に伴って生徒さんとお別れする方はお別れしてしまうことになるので、そういった人間関係の断捨離全部含めて、これができない方が非常に多いです。でそれができないとどうなるかっていうと、時間がない、お金がたまらない、新しい講座が作れない、今のいる既存の人たちに振り回され続けるみたいな、そういう図になって、もがいてもがいてというふうにして、私のところにいらっしゃる先生も結構多いんです。この傾向が強いのが10年以上の先生がこの傾向に強いです。なまじ生徒さんと仲良くなっていて、その生徒さんたちの顔を浮かべると、この講座を潰すことができない、本当は儲からないし大変だし、自分もあんまり好きじゃないって自分が思ってるのに講座を続けるケースがあります。でここは残念ながら、成長したい場合にどこかで決断をしなくてはいけない場合があります。でその意味で断捨離っていう言葉を使っています。講座の断捨離、生徒さん、人間、かっこ人間の断捨離ですね。でこれが自分で優先順位がなかなか決められないです。難しいんですよ。
どこの口座を切って何を残して、でどの、まあ、生徒さんと付き合ってどの方とお別れするのかっていう、これは時流と、あとご本人がどういう人生を送りたいのか、それによって基準値と軸が変わってきます。例えばものすごくお金を儲けたい人だったら、申し訳ないんですけれども、ボランティア的にやっている口座っていうのは切っていかないと自分の時間が取れないので、そういう決断をしなくちゃいけない時があります。全てお金主義で動けって言ってるのじゃなくて、そのステージがあるんですよ。今はものすごく稼ぎたい、ちょっと落ち着いてきたから少しセーブしたいとか、で人によってそのタイミングと内容が違うので、まあ、カスタマイズして当然私のアドバイスをするときにお話をしていくんですけれども、一気に全て同じことを同じ速度でやろうとするので、大概皆さん潰れます。だから今はこれは頑張る、だけどこれは置いとく、次のステージに行ったらこれを頑張る、それを置いとくっていう、それをやって成長していくっていう感じですね。ただ器用な人でマルチタスクができる人で、同時にバーッとやってどれか残るものを残すっていうことができるタイプの人なら全部やっても大丈夫です。ちなみに私はそちらのタイプです。芽が出そうかなと思う当たりをつけたものは全部同時にやって、本当に芽が出るものだけ残していくので、外から見てる目には全てうまくいってるように多分見えると思うんですけども、人知れず葬られてるものもあります。はい、それは別に見せないとかそういうレベルの問題じゃなくて、瞬きぐらいの速度でパッとやってどうしようって決めていったりとかする場合もあるので、表に見えてない状態で、ね、終わってるっていうものもあるんですけど、この断捨離の作業が地味に大変です、先生は。なので客観的にそのお金、まあ、お金を優先するのか、あともう一つやりがいとか生きがいを優先する場合もありますね。そうするとお金度外視になってくるので、それはそれでいいんですよ。人間らしく、人様に貢献してお金はいりませんっていう状態でやれる余力がある家の人は、ぜひそれをやったらいいと思うし、辛くないです。お金を頑張って稼ごうっていうふうにね、する。ただ、じゃあお金を稼ぐって辛いことなんですかっていう、そもそも論なんですけどね、これも教室の先生のマインドブロック的な部分はあるんですけど、お金を稼ぐことが意地汚いとかはしたないとか悪だって思ってる人が結構多いんですけど、ここを思ってるうちにお金寄ってこないです。お金も人を選ぶんですよ。お金好きな人のとこにお金って言ったって、大事にしてもらえるの分かるから、お金が好きな人のところで、お金をその忌み嫌ったり、私ってなんかもらいすぎなんじゃないかとか、こういうふうにもらってると意地汚いと思われるんじゃないかっていう悪い感情を持ってる人のとこにお金って行かないようになってるので、一応お金も意思持ってるんですよ。選んでこの人のところに行きたい、この人の財布に入りたいみたいな、そういうところに行くようになっています。はい、で余談なんですけどね、財布で、まあ、これ今回また買い替えた財布なんですけれども、いくらだったっけな、結構私の中で今まで多分一番高い15、16万ぐらいかな。なんか毎年こうグレードアップしていってるんですけど、一回財布ごとなくしたこともあるんですが、何て言うんですかね、お金様の寝床じゃないですか。だからやっぱりそういうちゃんと、ね、丁寧にこうお迎えをしてですね、何て言うんですかね、こちらにじゃあ寝ていただいてみたいな形で やっているんですけどもね。なので最近すごくその入れ方とかも結構大事に入れていて、ちょっとちらっと見せるあれなんですけど、こんな感じで分かるかな。 お札きれいにこう並べて入れてます。ザクザクってしないように、でなるべくレシートあんまり入れないようにして、タイミングでこう出してって出してって、お財布がなるべくパンパンにならないようにしてるんですが、お金の寝床なんで、心地よくここにいてもらって、心地よく飛んでっていただけるようにということで、まあそんなものをねやったりとかしているんで、お金に対して私は敬愛をしています。もちろん好きですし、増えるのは嬉しいんですけどね。ただお金はツールなので、それによってより良い人生を送るために、どういう使い方をするかっていう、自分に使ってもいいし人に使っても構わなくって、
人に使うっていうことは、なんかいろんなね、採算度外視的な動きをするときには人に使うっていうのが使いやすいので、持ってないとナイフではそれないっていう、触れないっていう言葉にあるように、持ってないと何もできないので、まずは集める、そして増やすみたいなね、形では動いてはいるんですけど、そこをやっぱり悪いものと感じている人のところには、お金は寄ってこないです。だから場合によってはマインドを断捨離する必要があるんですけどもね、その人の課題がそれぞれに違うので、何を残して何を捨てるかっていうのをやっぱり考えないといけないですよね。情報過多な時代だからこそ、優先順位をしっかりつけて、自分の人生は何を優先なのかっていうことでやっていく。で、私はコンサルタントとして皆さんのご相談を受けるときには、優先順位をつけるお手伝いはさせていただいてます。お金とか家族とか何が優先っていうのを最初に聞いて、どこまで捨てていくかっていう、切っていくかっていう、大概頭の中が混乱してる人はやりすぎなんです。で、順序も分からず、体だけ忙しくって成果も効果も出なくって、そして、疲れてしまうという方が多いので、これはじゃあやめましょう、今はやらないでおきましょうっていうふうに、もうそのうち自分でできるようになるんですけど、最初はお手伝いすることとかもまあ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 あります。はい、なので断捨離っていうのがまず必要な手法の一個ですね。はい、だからこれをきちんとできないと集客もうまくいかないということになります。はい、で2つ目の逆流設計ですね。逆流ってどういうことっていうのが、皆さんのお話を聞いてると、先に例えば SNS やんなくっちゃとか、先にブログ書かなくっちゃみたいな感じ、インスタやらなくっちゃっていう方多いんですけど、通常逆から計算していきます。最終的に何が欲しいのか、集客で来てもらうことだったとしても、どこから来てもらうのか、それがホームページを見たっていう人が来てくれればいいとか、 LINE にまずは登録してもらって LINE から申し込みが入ればいい、 YouTube を見てくれて YouTube からきっかけで何か見るべき場所を見に行って決まるとか、なんかそのどこを最後にして、その最後から逆算して決まっていくっていう、その思考がないと、いろんな新しいツールとかが出るたびに、とりあえず頑張る、そしてうまくいかない、頑張る、うまくいかないの繰り返しになるので、時間がもったいないです、すごく。だから逆流から考えた場合に、アクセスって言って、例えばページを見てくれる人をある程度の人数増やさなきゃいけないんですけど、さらにもっと言うと逆流っていうところから考えると、集客よりも先に制約率を上げる動きをしてから集客やった方が効果的っていうのは、折に触れて私よくお話ししてるんですけども、穴の開いたバケツに水を入れても水がたまらないですよね。で、穴が開いてるっていうのは、要は制約率が悪いっていう状態が穴が開いてる状態になるんですけど、そこをまず止めないといくら人が入ってきても結局決まらないんですよね。ということは、決まる率が高ければ、例えば、10人と出会って10人っていうことはないにしてもですよ、まあほぼそれに近い状態で私できてるんであれなんですが、10人で、ね、8人でもいいですよ、 80% 制約率とかっていう形で運営する形のものなのか、100人来て1人決まるか決まらないか、 1% なのか、80% なのか 1% なのかによって集客の頑張り度合いが違っちゃうじゃないですか。8人決めるのに 1% の人とかは、800人集めないといけないわけですよね。って感じにすごい大変なわけですよ。だから逆から考えるっていうことからすると、まず制約率が悪い人に関しては制約率を良くする、そのためにはお客様のニーズとかワンツっていう欲求ですね、それが何なのかっていうのをピンポイントで把握して、そのアイテムとか講座を作って提供しているということが、まあまあ必要になってきますよね。で、そうするとまず制約率が高くなってきます。で、制約率が高くなってきたら、それに見合う集客量が必要になるっていう、その順番で考えた時に、私は一応皆さんに教える手前もあって、全ての SNS 一応一通りやってます、やってるけれども、業種業態によって
全部もちろんやんなくても大丈夫な業態もあります。やれるんだったらやった方がいいですけどね。全部やることによってますます集められないぐらいだったら1点か2点集中でやってほしいっていうところですね。まあ、ブログなのか、メルマガなのか、YouTube なのかとかね、そのあたりで。で、それをすることによって告知、認知してもらって、で、自分の近いところに来てもらって、信頼関係が構築された頃にだいたい商品買ってくれるっていう、この流れを分かった上で SNS やんないといけないんですよ。だからコンセプトも何も決まってないで、いきなり SNS ブログ書いても誰も見てくれないっていうのはそういうことです。逆から必ず考えて、制約ができる理由ですね。これ見たら行きたいって思うよねをまず作ってから集客やらないと決まっていかないです。はい、ですので逆説的な思考がどのみち必要になる。で、この思考をやる上で、さっき言ったように断捨離が終わってないとですね、呼びたい人がいっぱい出てきて、そのターゲットに対して全部文章を書いていくのすっごい大変なんですよ。似たような属性の人ならそんなに大変じゃないです。例えば今の私で言うと、教室集客ということなんで、自宅教室業の先生のための、コンサルタントをやってるわけですよね。で、これが自宅教室業じゃない方にももちろんウェブ集客を教えることできるんですけれども、全般的に幅広く教えてしまうとビジネスモデルが違うので、私としてはやりにくい。もっと全然それを全部広く普通に教えてる方もいっぱいいます。私がそうしたくないだけで、専門に特化するとメリットがあるのが、データがすごく集まるっていうことです。こういうふうにしたらこうなった、こういうふうにしたらこうなったっていう実践データですね。人に開示公開にしないにしても、これはうまくいく手法だとか、これは今一つだみたいなのも全部蓄積データに集まってくるので、成功確率が高い同じ業種業態の人に対して、お伝えしていくことができるというメリットがあります。幅広くやらない分。で、これはコンサルタントだからではなく、教室の先生も一緒です。デパート型で幅広く手広くやっていると、それを欲しい人には薄いメッセージしか届かないので、響かない、イコール申し込みが入らないということになります。きちんとバシッとメッセージが届くような作り込みにしてあると、その人が例えばサイトに訪れて文章を読んだ時に、あ、これ私のためにある講座だと、ストンと納得できるので、それで決まっていくっていう可能性が高いものになります。ですので必ず逆流で考えていく。で、成約率が高そうなアイテムをそもそも売っていく。で、余裕が出てきたらチャレンジ項目で売れるかどうか分かんないけどっていうのをやってみてもらってもいいかなというふうに思います。はい、まとめをしたいと思います。 情報過多な時代こそ必要な教室集客の思考法、1つ目断捨離と2つ目逆流設計ですね。こちらの断捨離の方は、講座の断捨離、人間の断捨離といろいろ必要になりますけど、全て効率的に動くために一度はやらなくてはいけない道になると思います。で、2つ目が逆流から考える。成約率の方から、講座を設定して、それに見合った SNS を発信していくという、この設計が、できてない方が、右往左往したりとか、迷宮に入ってしまったりとか、大変な状態になっている方を多く見かけましたので、整理のポイントとしてこの2つを実践していただければというふうに思います。それでは。